を1億8000万で売ろうとして、これ都合700万だから、はい、マジふっかけてるなお前みたいな感じだ。そうですね、いや今まで類を見ないような状況になってるっていう話、はい、ハルミフラッグは投資はやっちゃいけないんでね。皆さんどうも、不動産兄の小林大輔です。小林さん、はいよ。以前、うん、青みフラッグ、青みじゃない、春みな、春みフラッグやったじゃないですか春みフラッグな、はい、うん、春みフラッグ購入の申し込みが通らないみたいな話題があったじゃないですか、うんうん、あったあった、抽選でね、はい、すごい倍率だったよな。賃貸があぶれている状況らしいんですけど、うん、何か知ってます？結構これ騒がれてるよね、はい、春みフラッグ自体が選手村跡地で、まあ、大規模な開発でさ、都が絡んでるから、うん、割安に出たっていうことでめちゃくちゃ殺到したんだよ。実需だったら当然いいんだけど、実際投資で買う人もいっぱいいてさ、まあ要は賃貸で客付けをして、そのお金で要は返済を払おうって考えるでしょ、はい、そういうような人たち多いと、あのみんなね一気に賃貸に出すからさ、はい、本来賃貸棟っていうのと賃貸棟じゃないものがあるんだけど、はい、両方賃貸に出ちゃうから、はい、簡単に、さらにまだ出ちゃうらしいから、一気に賃料としては、まあ、部屋が余るってことは、はい、需要と供給の関係でめちゃくちゃ賃料相場が地盤沈下はするわな。賃貸するのはめちゃくちゃラッキーだと思うよ。マジっすか？今絶対チャンス。ハルミフラッグ狙い目ですか？めちゃくちゃ住むなら。え、逆に投資でやるんだったら、うん、ちょっとやめといた方がいいって感じ、うん、俺ね、そもそも投資ではハルミフラッグも推奨してないし区分所有推奨してないんだよ。だからあれはあくまで割安に買って住まうなら損しないよねっていうようなものなんだけど、これ投資で買っちゃうと損だし、逆に賃貸であれ借りるのが一番賢いと思うよ。そうなんですね、うん、間違いない。ちょっとそのあたりも含めて、うん、今ハルミフラッグが狙い目な理由、うん、ちょっと徹底解説してほしいです。 OK、 今日はね、ハルミフラッグの現状と周辺への影響について徹底解説したいと思います。お願いします。はいよ。小林さん、はいよ。まあ、あの冒頭で青みフラッグってちょっと間違えちゃったんですけどそうだな、ハルミフラッグについて改めて最後ちょっと教えてほしいです、うん。オッケー、詳しく説明するために見ながら説明するね。お願いします、はい、これね、ハルミフラッグはさ、これ東京オリンピックのね選手村跡地を再開発したマンションの、まあ、あのことをハルミフラッグっていうね。この選手村跡地ってところがポイントで、はい、大体ね、こういう国際的なイベントって必ず跡地開発ってセットになってるね。その中のある意味目玉っていうのがこのハルミフラッグだったんだよな。オリンピックがね無観客で開催した時ぐらいからずっと話題にはなってたんだけど、はい、跡地開発のハルミフラッグがさ、なんでこんなに目玉になってきたかっていうとだな、はい、この周辺の相場に比べてめちゃくちゃ割高な価格設定だったんだよ。あ、そうなんですか。そう、場所的に言うとハルミってさ、湾岸エリアの分かりやすいところなんだよな。簡単に東雲とかあの辺だよ、簡単に言うとね、うん、お台場にも近いし、もともと中央区アドレスだからさ、あれ確か、うん、他のマンションが結構な金額ついてるのに、うん、とかいわゆる温度を取ってやってたんだけど、はい、相場よりもめちゃくちゃ安く出されたっていうところですごい殺到した案件なんだよ。その抽選倍率がまさかのね266倍。ハルミフラッグがさ、これ全5600室あるんだけど、はい、うちね600室が賃貸物件として今入居募集されてるっていうのが今の現代の状況は。600室まあまあな部屋だな。すごいっすね。そうで、この湾岸エリアでめちゃくちゃ人気なんだよ。高層タワーマンションいっぱいあってね、はい、でこれだけの個数がさ大量供給されることはまあ今まではないわな。今まで類を見ないような状況になってるっていう話、はい、勝時駅っていうところが最寄りになるんだけど、うん、この勝時駅周辺のタワーマンっていうのはさ、だいたいね坪単価でいうと500万から700万ぐらいする、かなり人気のエリアなの実は、うん、そこに対してハルミフラッグがね当時ね坪350万だったっていう、めちゃくちゃ割安だから、まあ、人気が殺到したっていう話だね。安いっすね。そうそうそう、全然違いますね。まあ言うて結構遠いんだけどな、20何分とかあるからさ、結構な人たちが投資目的で買ってるっていう風に言われてるっていうのが今現状のハルミフラッグだ。うわ、めっちゃわかりやすいっす、うん、ありがとうございます。そんな今ハルミフラッグが現状どういう影響というか、うん、なんかどういう風になってるのかっていうのをちょっと知ってほしいです、うん、オッケー。これね、投資対象として、まあ、ハルミフラッグがみんな持ってるであろうって言われてるんだよ。これ実際 NHK 特集とかでもさ、はい、あの特集されてて、はい、あの東京も全部調べたら福岡の会社がさ何十個だからたくさん買ってたみたいな話があってさ、そうそうそう、でまあ投資じゃん簡単に、はい、転売駅狙いだな簡単に言うと、勝時駅徒歩21分もあるわけよ。
でもなんか結構先ほどもおっしゃってたように、うん、ちょっと遠い。そう、遠いんだよ。戸建てでも徒歩21分ってちょっとしんどくねみたいな。基本的にはね、徒歩10分圏内以外のものって遠いんだけどさ、はい、まああるんだけどね、実際にはね、うん、物件の広さがこれまあケースとして捉えてるやつがさ 86.58mm2LDK で、価格がね1億8500万で出てんだよ、これ実は。これどうなんですか、その安いのか高いのか投資対象的に。まあ、あのこれはね、まあ、簡単に言うと割高。一時販売で買ったものに利益乗っけてるからね。あ、そうそうそう、これ今あの投資対象としてハルミフラッグとして今出てるものをフューチャーしたら1億8500円出てるけど、これ本来大体1億ぐらいで買ってるやつなんだよな、これ。じゃあ結構上乗せ。そう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 、だからねちょっとね欲張りすぎみたいな状況なんだよ。でこれなんで欲張ってるかって言ったら、さっきの相場の坪単価が高いからさ、これぐらいいけんじゃねって言ってんだけど、はい、駅近でそれぐらいだったらさ、ちょっとやっぱ割高だよねみたいな感じだから、はいはいはい、駅から離れてても、まあ、500万ぐらいする物件もあるんだけどね、出てる物件の階数とかさ、うん、部屋の広さとか帳簿にも寄ってくるから一概には言えないんだけど、うん、ケースとして、この物件な、2LDK の 86.58AB の1億8500万っていうものを取り上げて見てみようか。はい、ぜひお願いします、うん、はい、最初に買った金額ってさ、だいたいね坪350から400万ぐらいの間で売り出されていたから、はい、ザクッと1億円ぐらいでこれを買ってるはずなんだよな、はい、これを1億8000万で売ろうとして、これ坪700万だから、はい、マジふっかけてるなお前みたいな感じだ。そうですね、いや徒歩5分とか下手、徒歩直結で700だったら分かるけど、まあ21分で700も高すぎんだろうよみたいな、はい、そんな話な。要は利益8000万ぐらいザクッと乗ってますねみたいな。で仮にこれが本当にディールが成立したとして、個人で買うと短期譲渡所得っていうのが、まあ、法人で買うとないんだけどな、はい、買って5年未満に売却しちゃうと、不動産の譲渡所得税が短期譲渡所得で2932万円かかるんだよ。え、まあまあかかるんだよ。税入れですか。そうそうそう、そうそう、で売却時にこれ仲介手数料が600万、購入時に不動産取得税は他300万ぐらいかかってるだろうと考えたら、はい、最終的に手残りが4168万残るっていうような設計をして、今あの売りに出してるんだよね。どうなんですか。いや、まあ俺売れないと思うよ、はい、うん、仮にこれが現実的なところでいくと、350から400で買って、まあ、350から400で売るってことはさ、まあ、おそらくないと思うから、はい、ちょっと色つけて、まあ、450とか、まあ、500つけたとしたら、じゃあいくらぐらいかっていうと、坪500だったらやっぱり大体1億ぐらいになってくるからさ、うん、簡単に言うと 86.58平米を 3.3 で割ったら26坪でしょ、はい、かける、坪500としたら1億3000、26坪かける450としたら、まあ、1億1700。仮に坪500で考えた時には、はい、差額がこれ2600万になるわけよ、利益がね。1億で買って、はい、坪500万で売ったとしたら、はい、利益が2600万、はい、でこれ不動産譲渡所得税5年以下864万、仲介手数料422万、購入時の不動産取得税他300万として利益が1000万ぐらい残るよねっていう話だよな。なるほどっすね、うん、これ売れたら、売れたらこれぐらい。え、これ どうなんですか。いや俺はね、実はそのハルミフラッグがなんで目玉だったかっていうと、この抽選で一時販売で買えたら俺目玉だと思うんだけど、二次流通でこれ買ってもね、俺あんまり価値ないと思ってる。もうちょっと遅いというか、遅いというより利益乗っかっちゃってるからさ。だからあのレレックスのデイトナと一緒なんだよ。デイトナを定価で買うならいいよ、はい、だけどね、二次流通のプレネで買うんだったらもう価値ないよね。確かにちょっと割り出すだけど、もっといい場所いっぱいあるからね、選べるよ簡単に、うん、だそれ考えたら確かに場所もいいし、何を重視するかになってくるんだけどな、はい、眺望とかさ、うん、あの例えばロケーションね、はい、あの新交通って言ってさ、こう船着き場があって、船で直接職場がある近いところにあのアクセスしようっていうのがもうすぐ始まったりするんだけど、はい、まあ、いろんな形でさ考えてはいるんだけどさ、何を重視するかっていうところによる。わかりました、うん、じゃあ小林さん的にはちょっとおすすめ、まあ、俺はまあ進めない。そうですよね、うん、次、家賃相場と入居者層だな、ね、ここが結構熱い。熱いっすよね。これは熱いと思う、はい、2LDK の相場だいたいこの辺って25万から30万程度なんだよ、はい、意外と現実的なんだよ、うん、でファミリーが30から40万程度って言われてるから、ハルミフラッグはだいたい30から40万程度募集されてる、まあ、若干ね、うん、高めの設定になってるんだよね、うん、地域のさ不動産屋さんの話によると、どんな人が入居してるかっていうと、世帯年収でいうと1000から1500万の人たちなんだって。でどっちかっていうとさ、この辺の晴海とか東雲とかさ、湾岸ってタワーマンションが好きな人が住んだりするんだけど、まあ、不動産屋さん曰くタワーマン好きとはちょっと系統が違うっていう風に言っててさ、はい、
競合物件が何かっていうとパークタワー勝どきとかタワーマンションでいうとパークタワー勝どきっていうのは近くにあるんだけど、はい、どっちかっていうとそのパークタワーと迷うっていう人はいないんだって、ね、だからどっちかっていうとタワーマンを探してるような人じゃなくてやっぱりそのロケーションとかさ街づくりにまつわる商業施設とかさ、はい、そういったところを重視できてるからタワーマンを住みたいっていうような感じじゃない。だから環境とか広さっていうところだよね。あとコストが低い方がいいっていうような人が、まあ、選んでる。これまあ分かりやすくこれ理由はもうあの選手村跡地でさ知名度が高いっていうようなところで県外からも注目をされているみたいで県外から来る人なんかも割とあの内見に来てるみたいだね。知名度が売りなんですか？で知名度は全然売りなくて知名度があるからみんな注目するだけなんだけ ど、 なんだけどじゃあいざ実際見てみたら駅からも遠いしさ、ね、他にももっと便利なとこいっぱいあるじゃん。選択肢がいっぱいあるからね、はい、東京ってさ、はいはいね、今住んでるような入居者層だからタワマンで探してるような人は来ないってことよ。あそういうことですね。そういうことそういうことそういうこと。ちなみに人気の部屋みたいなのもあったりするんですか？うんうんまあ、これ分かりやすくてもう眺望だよな。で南向きでシービューって呼ばれるやつね海ビューってやつと南西向きでレインボーブリッジ北西向きの東京タワーね。あのやっぱり街並み夜景が人気。晴海フラッグでかいからさ、はい、物件によっては全然眺望がない物件もあるから、ね、え一括りにしてしまうのが危険だって5600個あるからさ。そうですね、うん、小林さん、はい、やっぱ30はちょっと僕は高いかなっていう、うん、まあ今ねちょっと割高に出てる、はい、これって下がったりして確実に下がると思う。マジっすか？間違いなくちょっとそのあたり教えてほしいです、うん。結論から言うとさ、もうね、投資用で購入した人たちっていうのはさ、ローンの支払いを、その入居者の賃料を当てにしてるわけ。大半の人は投資で買ってるってことは分かってて、5600個あるうちの600個が現時点で賃貸に出てるわけじゃん。ってことは、これ埋まらないとみんな返せないから、どんどん家賃は下げる、いわゆる投げ売り相場みたいなのが出てくるから、そういったのがつかめたらめちゃくちゃ安く住める可能性があるよね。じゃあ、価格競争が起こってるってことですか？まあ、確実に下がってると思う。うわ。まあ、ほんとロレックスの投資と分かりやすくて、本当のお金持ちはロレックスのデートのマラソンなんかしないんだよ。簡単に言うとそうじゃん、はい、ロレックスをねあの要は例えば分割で払ったりもしないんだよ、はい、これを投資目的で買っててさクロートのねプロのそれこそ福岡 の、 あの不動産会社買ってるのは別として、うん、一般的な区分所有を投資として買ってるようなユーザーもいるわけよ、うん、そういった人たちは本当に入らないとそもそもままならなくなるからさ、うん、600個の賃貸募集って異常だからな、うん、賃料が高いままだったらずっと埋まらないんだよ。東京都心だからもっと便利なとこいっぱいあるからね、はい、もっと魅力的な物件っていっぱいあるからさ、うん、やっぱりねこれは現実的なところに修練していくっていうのがもうこれはもう当たり前の話だわ。ちなみに、うん、周辺エリアの家賃相場って影響あるんですかね？うん、これもねあの近隣にはねザ・パークハウス晴海タワーズ黒のレジデンスティアロレジデンスとかさパークタワー晴海っていうねタワーマンションがあるんだけど、うんもう当然さもう地盤沈下を起こしててだって600個のさ供給があってもうアットホームとか見たらドワーって出るわけじゃん簡単に言ってさ、はい、それはさそこと比較されるよなブラックホールのごとくな家賃が下がっていく可能性がある、はい、二足三毛になるとそうじゃないんだよ、はい、やっぱりね一定のレベルでいくとはやっぱり割安じゃんって言ってみんな決めていくからさ、うん、周りに悪影響も及ぼしてるし、うん、あの客も決まりづらくもなってるよな。その賃料がさそれだけの大量に供給があって下がっていくってことを考えたら安く買えればそれでいいわけよ。ケースとして取り上げた8000万で乗っけてんのは合わないよ、うん、だけど多少のプレーだったら結構ありだったりするからさ、うん、今のところこの建築のコストのトレンドいわゆる上昇トレンドと変わらないしもっと言うと土地の用地価格土地も上がってるからなどんどん今後供給されていくのっては高くなってるの間違いない今のところね、うんはい、いずれ調整局面は来るんだけど今のところ上昇局面だからうまく割安に掴めるんだったらこれ損はないよな。おお、そういうことですね、うん、なんだけど割安案件をいずれ買うかどうかを考えるためにまずは賃貸で住んでみるっていうのはありかもしれないね。なるほどですね、うん、分かりました。ちなみに、うん、兄貴の所感、うん、投資対象としての所感を、うん、もうちょっと正直に教えてほしいです、うんうんうん、投資対象でまずやっちゃいけませんっていうのが話なんだけどずっと言ってますよね、うん、区分所有だからね、はい、所詮区分所有はあのコンクリートの塊だから、はい、こんなさありがと1億なんか出すの俺だったら絶対土地付きのさ一棟もの物件買うけどね、はい、で1億8000万のケース元値1億じゃん、はい、これ賃料が45万として、うん、これ12ヶ月で540万で1億8500万の場合利回り 2.9 なんだよ。あんまり合わないんだよね、うん、でこれ抽選で購入してる人は利回り 5% ぐらいなんだ、うん、簡単に言うと、うん、まあギリギリだけど利回り 5% だったら洋画とかさ、はい、目黒に買ってる物件もそんなもんだから、はい、あんまりねコンクリートの塊に
買うのはアホらしい。ちょうど俺がさ、それこそ先月会員さんにさ組み入れてあげた三社徒歩12分でも利回り 4.5 とかなんだよ。土地値比率が 115%、 要は土地値よりも安いわけ、はい、簡単に。まあそれは 3.5 億ぐらいの価値があって2億9800万で落ちたんだけど、ここ取れたんだけど、はい、どこまで行ってもやっぱり投資用ではさコンクリートの塊になるから、はい、本当にこれは一次販売の抽選で当たって時間に済むならめちゃめちゃいいと。であと二次流通で買うのも、要は一次流通に近い価格で買えるんなら悪くない、はい、か今600個の大量供給がある中で家賃の下落ってこれからどん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 進んでいくからさ、うん、そこの安い家賃で試しに住むっていうのもあり。で実際2年ぐらい住んでみてさ、はい、その今の勝どき駅徒歩21分が許容できるかどうかじゃん。許容できるんだったらいいよね。雨の日とかさ風の日もあるわけでしょ、うん、なかなかね持ち家21分で今時ないからさ、はい、家が余る時代だから、うん、あんまりこれね現実的ではないよな。わかりました、うん、ありがとうございます。はい、本日の動画のまとめです。今日はね、晴海フラッグについて、現状とね、まあ、地域にまつわる影響を徹底解説しました。まあ、結論から言うと、区分所有の投資はやめとけって言ってるやんって話なんですけど、この5600個のうち、かなりの個数が投資対象で、まあ、買われたっていう、まあ、実態が、その NHK のね、特集で明るみになったりとか、まあ、いろんなね、楽町チャンネルとかでもさ、今、いろんな形でフューチャーされてますと。それだけの大規模なものは供給があって、で、600個のさ、賃貸に募集が出てるっていうのは当然その周りにも大きな波及効果って生んでしまうから、投資対象でやるものではないし、やったとてまあそこまで儲からないんですよ。俺だったらその1億円の信用属性使って、これ信用属性を使っちゃうってことだからね。でさらに毀損するってことだから、これ価値が目減りする。どこまで行ってもこれコンクリートの塊だからさ、ハルミフラッグは投資はやっちゃいけないんでね。でまあ自家用ならいい。今もしハルミフラッグを検討するんだったら賃貸でちょっと住んでみるとかね、あくまで自家用で家を安く購入する機会を伺うために安い、まあ、賃料相場のものが出てきたら試しに住んでみて、その住環境の確認をする。徒歩21分とかね、そういうロケーションが起用できるんであれば、うまく一次流通で出た金額ってもう明らかに安いからさ、そこに近い金額でうまく取れるように準備をするっていうのが、まあ、いいと思うんで、まあ、もしねこのチャンネルを見ていただいてる皆さんが晴海フラッグを購入を検討していらっしゃるであれば、今日のね動画を参考にしていただいて、ぜひね検討していただくといいと思います。わかりました、ありがとうございます。はいよ、今回も動画を見ていただきありがとうございました。このチャンネルでは不動産投資で損をしないための情報を、今まで培ってきた経営ノウハウを織り交ぜながら体系的に発信していきます。チャンネル登録、高評価、コメントしてくれると嬉しいです。次回の動画でお会いいたしましょう。またなー。小林さんは、うん、海って好きですか？好き好き。あ、なんかおすすめの海というか、この海いいねってなるんですか？あのね、俺ね、地元が京都でしょ、はい、で、よくそれこそ家族でさ、4人でさ、小学校の時にさ、丹後半島のね、網野町っていうところに家族でよく親父が連れてってくれたんだよ。小さい頃の原体験ってすごい鮮明に覚えていてさ、俺はその小さい時の原体験で夏休みにさ、そのおかんと一緒にさ、はい、あの駅前に平和堂っていうね、あのスーパーがあって、まあ、2泊3日に民宿に泊まりに行くんだけど、はい、お菓子を大量に買い込めるわけよ。普段は1個しか買ってくんないのに、はい、その日だけは大量に買い込めるっていう、その年に一度のボーナスタイムみたいなのがあってさ、はい、それが楽しみで、高速道路がなかったから、はい、半日がかりで行くわけ。今は全然違うんだよ、高速が通ってるからさ、はい、そうやってさ長い旅路を経てだな、初日にいきなり海入って翌朝から朝釣りして釣った魚を昼飯にするぞぐらいの気にして、はい、で岩場に行ってサザエ取ったりさ、焼肉したりするんだよ、はい、でもほんと夕方まで入ってまた夜釣りに行って、でまた次の日も朝釣り行って、はい、で最後の日もほんと夕方まで海入るぐらいさ、家族で遊びに行って楽しかった思い出ってあるからさ、まあおすすめでいくとやっぱり日本海の方がいいと思う。わかりました、じゃあちょっとまた2泊3日とかで、うん、ちょっとぶらり旅で、密着。不動産兄貴ぶらり旅。不動産兄貴ぶらり旅。需要あるそれ。あります、あります。本当やるんで、はい、ぜひお願いします。オッケー。ありがとうございます。はい。